はい、できました。たっぷり握りました。五合、へしっこ、サバのへしっこ、イサギと、サーモン、スイサギとスサーモン、で手握りの残ったね、ご飯のへしっこと、あと、ちょっと残ったものと、あとね、ローストビーフのお寿司、で お味噌汁はね、わかめと、おふ、以上で食べましょう。少しではいただきます。さあ何からいこうかいね。まずね、あっちゃんの好きな酢サーモンからいこうかな。まあ酒やねんけどね、サーモンでいきました。いただきます。ちょっと醤油つけた方がおいしいなって言いながらマヨをかけます。これは、醤油かマヨ、まあ醤油がいいな。で筋飯してやんね、筋飯してないね。でこれはへしこ、これローストビーフな。ではあっちゃんへしこいきます。へしこおいしいね。ひじこだけでいいかも、これめちゃくちゃ美味しい。お茶欲しいな、お茶沸かしてたかな。うん、こっちは筋じゃないよ。こっちは筋締め、向こう切り方は筋締めじゃないよ。醤油かけなあかんで。ローストビーフをいきましょう。うん、なんか握りなかった。ローストビーフ美味しい。ご飯？そうかな。これぐらいでちょうどいいですね。まず足らんぐらいですね。潔。イサギめっちゃ美味しい。シャミトロ。どれが一番おいしい？いいか、どれが一番おいしい？どれが一番おいしい？やっぱりしこやろうな。へしこはおいしいよ、間違いないわ。サーモン、なんで今日切ったやつ余ってるから、明日へしこでご飯できるんで、明日昼ひじこ茶漬けでましょうかな。
あのね、握り寿司、江戸前とかじゃないから、まあ、江戸前はおにぎりぐらい大きかったらしいけどね、昔はね。押し寿司、奈良の押し寿司はね、ご飯ギュッと押さえてるから、一個一個にご飯いっぱい入ってんのよ。パンチがあんねん。基本ね、握り寿司はふわっと空気を入れて握るって言うけど、そうじゃない、ギュッと押してあるからね。うん、おいしい。あ、もう、よいしょ。もう一杯。よしこがやっぱおいしい。文句ないわ。一枚は。酢も入ってない。生の潔をどうなのか。もう醤油残ってるやん。これどう？あれはローストビーフやけど。ローストビーフ握り、そのままいける、タレかかってるから。これこれ美味しいやろ。イサギ油乗ってめっちゃ美味しい。そろそろお皿を集中させていこうかな。明日のお昼これ残るな。午後多かったな。押し寿司は残ってもね、いいね。明日また食べられるからね。今日握ったやつはね、明日のあっちゃんのお弁当になるわけよ。学校行った時はね、保存食やからね、昔の。うん、うまい、間違いないね。ローストビーフと食欲を置いて、てかね、すっごい魚すくさいのよ。よしこは、こうやってね、なじみで食べれるから、めちゃくちゃ。
生サーモン食べてみよう。初めも生サーモンの脂が乗ってすごい美味しい。初めはね、ちょっとこう寿司に一体感があるけど、生サーモンね、すごい脂が乗ってサーモンのうまさが引き立ってるね。おいしい。なんかいっぱいできた。じゃあね、うちお母ちゃんは毎回こうお味噌汁を作るお母さんじゃなかったね。毎日味噌汁って出てきゃんか、まあ、イメージがないけど、みっちゃんは毎日味噌汁を作ってくれたんだけど、みっちゃんはお味噌汁ないとダメな人やってん。なってお味噌汁、あってもなかったもしててんけど、ここ最近毎日飲んでるとね、ないとダメになってきて、やっぱり日本人はお味噌汁を飲まないとあかんと思った、やっぱり愛先美味しい。味噌汁でね、大事なのは、だしとお味噌じゃない。だしとお味噌と塩。塩、今回ちょっとにがり入れへんかったんやけどね。塩入れることで全然風味が変わっていく。美味しい。ほんとね、やっぱり体をきれいにする。発酵食品。豆から作った発酵食品やねんけど、意外と納豆がええって言われるけど、納豆が意外とそんなに体に言えないらしいねんね。豆乳も言えないらしいねんね。やっぱりお味噌やねんって、お味噌とか醤油やねんって。それもやっぱりちゃんとした材料でちゃんと発酵させて作って、ちゃんとした塩を使ってるお味噌やねんってそこ大事なんやな、やっぱりね。ローストビーフとしまい食べる。悩んでんけどね、作るのめんどくさいし、お刺身とか高いしと思って、やってよかった。美味しかった。今全然3人でお寿司食べに行くより安いしね。古代史探索のびっくりした。古代史探索の時ならへんやって。おトップに上がってるでしょ。クリックしたら勝手に開く時があって、びっくりする。よくはない。だからね、今日ね、イサギ500でサーモンが700円ぐらいで、ローストビーフが700円の半額ぐらい、多分300、400円ぐらい。1600円。で、へしこ半身やから、4分の1身や。前半分食べたから、2000円なんぼやから、1500円。全部で2000円ぐらい。安いね。美味しいわ。なんちでもね、このあっちゃんが手で握ったお寿司が握りないです。これ
おいしい。あ、へしこおいしい。最高。もうお腹いっぱい。ごちそうさまでした。美味しかったです。たまにはね、こうやってね、自分で握るってのもありやと思います。奈良はね、押し寿司文化でね、で、鮭とサバを押して柿の葉に包む柿の葉寿司、それが最近ではタイが入ってたり、ヒラメが入ってたり、いろんなものが入ってるんだけど、基本鮭とサバやねんね。あっちゃんちはへしこを握るんだけど、このへしこ、焼きサバ寿司が美味しいでしょ。で、サバ寿司が美味しいでしょ。いや、サバのへしこが間違いないでしょっていうことでね。サバのへしこはさ、生でも食べられるから、だから、へしこ、サバのへしこ寿司を作ってみてんけど、それがまた子供に大好評でね、だからね、時々作るのよ。めったに作らへんけどね、今回作る。また近いうち作ります。やっぱりサバのへしこ寿司は美味しい。はい、まあ、へしこはね、ご飯で食べたいって子供がいるからね、まあ、ご飯で食べさせてあげるのもいいと思うんだけどね。それ、あちゃん手で握ってるな。あ、ええや、ダメや。機械の状態で手で握った方がいいね。めっちゃ美味しいから、こっちの方が美味しいから、こっちの方がふわっと握れて美味しいから、なんで嫌がんねん。手でキュッキュッキュッって握ってマジで、はい、なんでやねん。はい、ということでね、今日のあっちゃん家の晩ご飯はお寿司でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。あっちゃんのお寿司良かったよと思ってくれたら高評価、食べたいなと思ってくれる人も高評価、食べたいなと思ってくれる人ぜひチャンネル登録して見てくれたら、いつか食べられるかもわかんないです。はい、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。